はい、今日はですね、なんとこの間のカップエビセンチャレンジに挑戦しようとしている若い後輩たちがやってきてくれました。というわけで今からカップエビセンチャレンジをやりたいと思います。絶対無理これ。それではこちらが僕のよく行きつけの焼き鳥屋さんのマスターのうどくんです。よろしくお願いします。あ、ひよっこ、よろしくお願いします。でこちらが、はい、しゃぶしゃぶ専門店しゃぶしゃぶ専門店とカラオケバーを営んでますどいくんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあどっちから行く？僕から行きます。よし、はい、ちょっと待ってね、締め出していく。では普通飲まないですね、うん、水を飲んだらダメですからね。はい、はい、じゃあそれでは行きたいと思います。大丈夫ですか、準備の方は。はい、大丈夫です。それでは行きたいと思います。よーい、スタート。おいいペース、いいペース、いけるんじゃない、これいけるんじゃない、でも、もう半分ぐらい。え、これいけるの、あれ、嘘やろ、みんな簡単にみたいな。あれ、まだあと半分あるから、ちょっと、あれ、ちょっと待って、行くの？あ、行きそうやね。うん。10。あ、ち、あ、これ絶対無理やな。4。終了。ほら、入って。あ、ごめん。これ飲むんだよ。え、演技力って言うんですよ、飲み込む力でしょ、俺強いっすね。はい、規定によりまして僕いっぱいいただきます。いや、なんか行けそうな雰囲気あったよ。すいません、いただきます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。団子になる、中で餅みたいなやつ。え、どうなの、口に入れるが限界で、もう餅なきゃ無理ですね。全然無理やった、まあ、全然飲み込めないですね。私は絶対成功する。よし、いいよ。よし、待ってね。いや、行きたいと思います。おっちゃん強いけどね、飲むね。スタートで押すよね。3、2、4、スタートだよね。はい、それでいきます。よーい、スタート。お、手に、ちょっとずつ飲み込む作戦や。行くぞ。食べた後にパーって口開けばダメよ。あれ？わかんないっすね。どうなってるか。3、2、1、はい、終了。無理やろ。無理やろ。うーん。マジもちもちなテケル。やっぱこれいいわ。30ポイント設定やな、これ。絶対無理。飲み込みが無理。もう面白い。でも、あまさに25本はいけたんですか。25本、あ、違う、20本はいけた。飲み込みはね、25本がギリいけたかどうか際どい。25ってギリし、もう無理だな、多分。やっぱ水があったら100杯いけた。水だったらね、そう、中が全部持っていかれるけんさ。
すいません、いただきます。どうも。参りました。参りました。